いやー、前回のパートからためどりでいくよ。せつなケースだよ。これだよ。おもちゃ箱。これがおもちゃ箱？ずいぶん大きいわね。それにしても。黒。この中に鍵があるって書いてあったわよね。そこが見えないんだけど、本当にこの中にあるのかしら？お？行ってみたら？わー！サダノブ！たどり着いたのは謎の世界。絵がたくさんあった。なんだこの世界は。ギョロギョロ。ん？赤いバラがない。ギャリーもいない。大変だ。バラがない。花びらが。おめでの聞きじゃ。なんだこの世界は。早く出ないと。ん？お前ら何やってるんだ。はい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 、ってよ。それはもう一周目でやったけん。もういいっす。なあ、お前ら何お前当選簿してんだよ。ちょっとカップルみたいに綺麗に並んでハイチーズとかやってんじゃないよ。ちくしょう。ねえ。ん？何かないのか。あ、ギャリー。ギャリーはいいけど、私の花はどこ行ったの？あれ？私の花は？私の花は？私のバラだよ。バラは？バラはない。あ、バラ。私のバラ。よかった。あ、でも。あと、もう少しでちぎれちゃうわ。ちぎれちゃうわ。枯れちゃうわ。ギャリー、大丈夫かな？ギャリー。ギャリー、大丈夫かな？ギャリー、どこかしら？ギャリー、ギャリー、どこ行ったの？ギャリー、セーブ。ギャリー、ギャリー、ギャリーを知りませんか？ギャリー、ギャリーはどこなんだ？ギャリー、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 どこかしら？ギャリーがどこに、どこに？ギャリーどこよ？マネキン、ギャリーどこにいるか知らない？知らない？ギャリー、ギャリー、ギャリーどこかしら？どこかしら？ギャリー、ギャリー、ギャリー、あんた、ギャリー知らない？ギャリーどこにいるのか知らない？ねえ、教えてよ。知らないの？そう。ギャリー、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 わわだわだわだ、もう進める進める。いた。あげま撃った。イブ、大丈夫だった？大丈夫です。そう、よかった。それにしても何ここ、いたずら書きだらけ。ここがおもちゃ箱？私たち上の階から落ちてきたのよね。あの子に押されて。とにかく鍵を探して戻らないと。そうですね。鍵を探して戻らないといけませんね。鍵はどこにあるのかわかりませんが。どこだい？どこにあるんだい？鍵。鍵がどこにあるのかわかりません。鍵がないなら、ここに行ってロードは。そんなことできない、鍵ないか。本当に鍵がどこにあるのか。ほら、鍵がどこにあるのかわからない。変なページ。変なページ。鍵。あ、よう見たらあったわ、これ。もう紛らわしいわ、お前。ちょっと、踏むなや。お前、そばにおるなや、鍵のそばに。紛らわしいやろ、お前に混じってさ。よっしゃー、これで出られるぞって。あれ、なんだ、この音は。なんだ、なんか前にも、おお、色が変わっている。何よこいつで。イブ、気をつけて。あー、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。あー、オーノー、オーノー。あ、ありがとう、どいてくれてる、どいてくれてる。よっしゃー、あぶねー。なんだったんだ今のは。遠隔操作か。あいつら動き出してやがる。そう、何が起こってるんだ。なんか部屋の雰囲気変わってない。とにかく出して、とにかくセーブしましょう。危ない危ない。ここなんだ、なんだこれは。茨が道を塞いでいる。見事に塞がれているわね。上に行くな。どういうことでした？よく調べましょう。まずはなんかこのなんて読むこれ変ね。本物じゃないみたい。え、どういうこと？植物特有の水虫さがないような偽物みたい。
ていうか、ここに行って何もかも現実が、ガギ、うん。要するに燃やしてみよう、ホトトギス。燃えろー。フュー、ナイス、ギャリーさん。行ってみよう。何？何？この部屋、おもちゃ箱じゃないわよね。それよりも、イブ、見える？向こうの壁にかかってる絵。あの絵、なんか見覚えあるわ。ちょっと行ってみましょう。はい、行ってみます。ん？なんだこの音は。あ、サドノブ、誰かいるの？ああ、イブに言ってあり、二人とも無事だったんだ。お前こそな。どうやってあの部屋入ったの？出てってよ。いや、ちょっとちょっとだって開いてたら入るでしょ。なんで部屋入ったんって聞いたら、そこに部屋があるからさ。うん、分かってるだろうね。メアリー、あんてはこの部屋に近づかないでよね。早くここから出てって。早く早く早く出て行け。ちょっと待って、サドノブ、一周目でそんなこと言ってたか、お前。怖いよ、お前。そんなに怖い。ああ。え？え？まずこんな展開を俺初めて見たんですけど。え？うん、階段あるけど、え？ちょっと待って。ちょっと待って、このまま行ったら死ぬじゃん。どうすればいい？こっからですよ、問題は。見覚えあるわ。じゃあ戻ろう。ああ、戻らせてもらえない。じゃあどうすればいいんですか？これじゃあ、このままじゃあ、メアにやられちまいますよ。選択肢もないし、あれ？これもう積んだんじゃないの？積んだっちゃ、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 積んだ。あ、逃げれるんじゃん。よう見たら動かせたわ。ああ、なんだ、動かせるんか。びっくりさせないでよ、ギャリー。動かせるなら動かせるって言ってよ。この展開、一瞬目なかったんだから、知らないよ。出てけ、バリーン。で、逃げろ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 。なんだ、これは。え、どうすればいい？どうすればいいんだ？え、燃えろ、バカ野郎。お願い。やめてー。燃えろー、燃えろよ、燃えろよ、炎へ燃えろ。あ、やだ。サドノブ、どうした？サドノブが灰になりました。はあ、なんというか、女って怖いわね。お前もそうじゃないのか。男から女になったらこうなるのか。男の心まだ残ってるな。よかったよかった。よくねえか。まあそれはともかく、なんか思った以上に激しく燃えちゃったわね。イブ、大丈夫だった？ガラス浴びたでしょ？ん？平気ならいいわ。お互い無事でよかった。さて、それじゃあ行きましょうか。よかったです。なんでこれ、紙の燃えかすのようなものとパレットナイフが落ちている。本当に人間じゃなかったのね、あの子。うん、友達の作り方。メアリーじゃないわ、サドノブ。お前、病んでるなら友達になってくれよって言ってきたらよかったのに。友達になってあげれないこともないような、ない。入れ替わらなきゃいけないのか。残念だったな。何このビリって。まあいいや。ああ、よかった、なんとかなりました。サドノブもちょっとかわいそうな子だったんだな。それはそうだ、どうやって脱出すればいいのだ。脱出する方法まだないのか。え、さあどうするべきなんだい。上に用はない。
じゃあこっちはなんだい。いや、こっちを落とされたけん帰るにはこっちってルートなんだろ。じゃあ行こう。さて、いろいろ見てきました。ここには入ってないです。おーっと、これは出られるんじゃないでしょうか。うわ、暗いわね。イブ、足元に気をつけてね。はーい。どど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 ど。あ、ここはなんか、ここ見覚えあるような。あるところじゃないでしょう。私、最初こうやってイブ、イブったら先に見ていたいって言うのねって言って、ちょっと一人で行動してたんです。そしたらお母さんとお父さんとはぐれちゃって、そんな展開なんですけどね。セーブです。あー、ここもちょっと久しぶりに見るわけど、ここで何をすればいいのかしら。私はわからない。前にも通った気がするわ。確かに怖いっす。これちょっと行きたくないですね。他のところ見たいですね。わあ、久しぶりに見るわ、こんなところ。あまり絵に調べてもしょうがないような気がしてきた。一通り調べていきますか、とりあえず。今日何もないか。やっぱ先は2人がいるところが先へ進む道だったのか。何もないね。おお、これまでの絵がなんか勢ぞろいしてる気分だ。なんか最初見たらそんな感じでもないねんけどさ。一通り全部終わってみてから見たらなんかって感じかな。なん、イベント、何この大きな絵。世界。ねえ、この絵の場所元の美術館じゃない。もしかしてこの絵に飛び込めば元の場所に戻れるの。でも絵に飛び込むってどういうことかしら。わ、何光った。見て、エイブ、額縁が。今ならいけるかも。行っちゃった。やった、本当に入れたわ。ほら、イブも早く。エイブ。エイブ、どうしたの？ほら、来てごらん。誰だ？あ、お母さん。エイブ、やっと見つけた。もう、探したのよ。ダメじゃない、勝手にこんなところまで来たら。ほら、お父さんも向こうで待ってるわよ。行きましょう、イブ。イブ、ねえ、早にしてるの。早く来なさいよ。え？イブ、知らない人について言ったらダメよ。何回も教えたよね。ほら、怖くないわよ。大丈夫だから。え？なんだこれ？何これ？どっちに行けばいいんだ？イブ、お母さんの言うことを聞けないの？知らない人について言ったらダメ。もう二度とお母さんとお父さんに会えなくなっちゃうわよ。イブ、ほら、引っ張ってあげるわ。え、なになに？だから、おいで。だから手を貸して。イブ、どうすればいいんだ？どうすればいいんですか？皆さん、どうすればいいんですか？どうすればいいんですか？どうすればいいんですか？皆さん、どうすればいいんですか？お母さーん！お母さーん！お母さーん！ちょっと、どこ行くの、イブ。ねえ、イブったら、イブ。一人ぼっちのイブ。ああ、これ一番のエンディングじゃなかったのか。騙された、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 お母さんに騙された、畜生やりやがって。はい、というわけで今回はこの辺で、次回こそちゃんとギャリーさんのところに行きたいと思いますよ。はい、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。シュワゲッ。